西東京ラーメンクラブ。よろしくお願いします。です。さあ。何のさ、絞って絞って絞りまくる。辛いものさ、食べてる最近。辛いもの食べてないな。食べてない。辛いから。そうそう、好きでしょ。さ、自分も好きなんだよ、辛いもの。さ、辛いものって言ったら何思いつく？そりゃ、蒙古タンメン。いや、やっぱそうそう、蒙古タンメン思いつくじゃん、最初に。さ、蒙古タンメンというさ、カップラーメンあったりする。あるね。蒙古の中で一番さ、辛いって言われててさ、コクトルラーメン。うわ、そう、僕とかないんだよ、まだ。そう、自分食ったことない。ないよね。なんか店舗だとちょっと、そう。気が引いちゃうよね、怖くて。なんかさ、めっちゃ辛いじゃん、あれ。うん、そう。それが怖いんだよ。ヒーヒー言いながらさ、一人でさ、蒙古でさ、なんかその国境食ってる。抵抗があるじゃん。抵抗ある。ちょっとそれ。ちょっとね。まあ、そんな人に、朗報があります。何ですか、何ですか。なんとですね、4月の19日から、蒙古タンメンで、テイクアウト。持ち帰り。持ち帰り。めっちゃいいじゃん。家で蒙古タンメン。そう。めっちゃいいじゃん。しかも、北極ラーメンも、持ち帰りができる。持ち帰れんだ。そう。最高じゃない。家でじゃあ北極挑戦できんだ。そう。で、まあ、これは食わない理由はないと。ないな。いうことで、本日、こちらに、買ってまいりました。せーの。バッ！はい、ということで、こんな感じですね。おー、すごい。蒙古タンメンの、すごいわ。買ってまいりました。こんな感じですね。見たことある。しかも生麺っていうね、これお店の麺だもんね。そう、なんかお持ち帰り専用に開発された、伸びたりしにくい麺らしくて、すごいね。麺がね、その元から茹でてあるタイプと、はい、その生麺を家で茹でるタイプの2パターンがありまして、本日はこの生麺を実際に茹でて、すごいな、食べてまいります。本格的じゃないですか。久々にこんな辛いもの食べるから、そうだね。まあ頑張ってちょっと食べていきますか。そうですね。ということで、まず調理をする段階からしないといけないので、はい、こちらね、生麺を今から茹でていきたいと思います。いつもそれだけだけどな。麺茹でて温めるだけですよ。よし、頑張ろう。何もすることねえよ。で、ということで、まずですね、麺を茹でてまいりましょう。イエイ。西東京ラーメンクラブ。ということで、沸騰させたお湯にですね、3分半麺を入れます。はい。さあ、一玉ほい。大丈夫ね。中国だ、好きだな。麺がくっつかないようにほぐしながらやりましょう。今ちょっとじゃあ茹でていきましょう。了解です。ラーメンクラブ初じゃん、この。確かに調理シーン、調理してる風景。やっぱりラーメン作る企画もやりたいよな。やりたいんだよな。なんかさ、ちょっとおすすめの宅麺とかあったらぜひコメント欄でね、教えていただければね。そうですね。じゃあコメントゼロ。さ、結局さ、 YouTube ってさ、はい、スキップしながら見ちゃわない？わかる。10秒スキップしちゃう。そう、誰のあれでもそうだけどね。これはなんかもうなんか面白いとかじゃないよね。誰にも、アブさんでもね、スキップしたいな。マジ？うん。あ、まあ、ゲーム実況、ゲーム実況10秒スキップしちゃうとなんか、辻褄合わなくなっちゃう。そう、なんか急にさ、急展開。そう。ラーメンクラブは急展開ないからね。そう。まあ、多分結局ラーメンクラブを見る人が一番見たいし、だからラーメンが映ってるし。確かに。いやー、そうですね。何が？はい。すごいね。すごいですね。で、このスープもね、これ電子レンジで3分。500ワットだと3分らしい。すごっ。目分量に見えてくる。お店みたい。よいしょ。よし。おー。ちなみにもやしとかも入ってるからね。そっかそっか。うん、辛そうだな。色がすごいな。伝わるかね、これ。ね。じゃあ、注文的な処理は。了解です。はい、こんな感じで完成。すげえ、北極だ。すげえ。真っ赤っかじゃないですか。あ、でも、肉とか。この、もやしとか入ってんじゃん。もやしなくね。あ、いたいた。おお。うわ、辛そう。まあ、いただきますか、じゃあ。はい。はい、じゃあね、はい、完成したということで。すごい、なんか目が痛くなってきた。マジ？うん。いや、でも匂いめっちゃいいよ。めっちゃいい匂い、めちゃめちゃいい匂い、びっくり。じゃあもうね、早速、じゃあ冷めないで食べちゃいましょう。いただきます。いただきます。いや、でも久々に食べよう、僕。ちょっと怖い、なんか。おぉ！ 気持ち先生やめろよ、これ。
辛っ。あ、辛い。あ、でもうまいわ。うまいけど、あ、辛っ。辛いね。ちょっとずつ食べてないんだよ、これ。そうだな。辛すぎる。いやうまっ。うまいな。うまいけど、めっちゃうまい。これが汗出てきた。ね、二口しかないじゃない。ちょっと想像の10倍辛かった。ね、正直いけると思ったんだけど。辛っ。カップ麺より辛い。全然気になんないわ。まあさ、すするのさ動画でさ、うん、上原愛とさ、川越の桃子行ってる動画。川越なんだ。そう、川越なんだけどさ。上原愛がさ、この上ないさ、真っ白な空気で。勇気あるな。桃子でそんな色でいいんだよって思って。そこね、汗全然出ない。ね、大すごい。さっき汗出たんですよ。大嘘レベル8。汗出ないのってさ、体も良くないのかな。あ、そう、代謝がいいね。ね、代謝がいいと思う。6目ぐらいからマジで食べない。はいはい。いや、口は痛いけど、麺がうまくない。わかる。麺、めっちゃ。本当にお店の麺。そうそうそう。なんかさ、スープめちゃめちゃ辛いけど、これさ、麺はさ、若干甘いのわかる。なんか。あーだってさ、辛うまの頂点、うん、マジで君にめちゃめちゃこの刺激与えてる感がする、うん、これすごいわ、店舗で食べてる人。いや、本当にえ久々にこんな辛いの食ったわ。いや、もちろん今年で一番辛い。いや、マジで間違いない。間違いない、今年一番辛い。本当はこの光景を一番映したいわ。もうやばい、死んじゃう。そのスープにさ、めちゃめちゃなんか、うん、いろんなのが詰まってる感じが分かる、うん、このさ出汁がめっちゃ出てる。そう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 。で、このもやしとかさ、もやしとか肉が辛さを和らげてくれるのかと思いきや、うん、ね、全然そんなことない。そう、全部が辛い。マジでさっきの得意とか言ったけど撤回するわ。やばい、痛い痛い痛い。いやでもさ、カップ麺のさ、もうこのさ、めちゃめちゃうまいじゃん。めっちゃうまいね。すごい売れてるよね。いや、でも正直全然こっちはうまいわ。うまい、うん、まあ間違いない。そりゃそうだけど、当たり前だな。うん、スープいっけ。いや、チキンラーメン。これはチキンラーメン。これチキンラーメンね、普通の。マジ、うん、うまそう。いつもチキンラーメンだよね。思いっきり食べな。チキンラーメン。めっちゃ鼻水出た。めっちゃ。そうそう、それ思いっきり終わった。それ調節やめろ、マジで。マジで調節やめろ。もっと辛いまま食え。それだ、それいけ。そうそうそう、いいね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 。いった、よくいったぞ。まず健康、血行促進による新陳代謝アップ。おー、発汗作用があるため、新陳代謝良くする。それ論外。発汗作用があるためには冷え性改善。あー、よく聞くね、それはね。しかも代謝をアップするってなるから、脂肪を分解しやすくなるんだって。あー、これ極めつくは疲労回復なんだって。おー、マジ。最新は代謝とかも疲労回復につながるってやってます。あー、12時間寝た。あー、あー。ほっとくを秒で間食で増える人とか結構、マジでリスペクトじゃん。いや、本当にすごい。そう、何やってるのってかっこいいよね。いや、かっこいい、かっこいい。そうそうそう。あー、あー、いいよ、いいよ、そこに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 、あー、いい、そこに来て。お、うん、ごちそうさまです。あ、ということで、ジェニクマンは完食しましたけど。いやー、美味しかった。うまかったけど、うまかったけど辛い。抜群に辛い。若干胃がやばい。胃も痛いし、唇も痛いし、喉も痛いし、喉も痛いし、いや、マジで、なんか今年一番辛かったね。うん、その辛さの裏に本当にうまさがあるんだよね。うまさのレベルはさすがですね。まあだから本当に何だろうかな、そのホッピーラーメン挑戦したいけど、うん、ちょっと店に行くのが怖いって人は、ね、僕らみたいな。そうそうそう、店じゃ怖いって人は、そう、ぜひね、テイクアウトをね、全店舗の蒙古タンメンで、はい、このテイクアウトができるということなんですね。そうですね。ぜひお近くの蒙古タンメンによってホッピーラーメンをはじめとしたラーメンね、うん、テイクアウトしてみてください。その蒙古タンメンとね、そう、味噌ラーメンもあります。それ、それいいよね。そうそうそう、辛いの苦手な方でも味噌ラーメンから、ちょっとしばらく辛いものいいわ。いや、わかる、もういいわ。今回でかなり満足感がありましたけど、うん、大きめのシュークリームが食べたいね。はい、こんな感じですね。いろんなラーメンの画像を紹介していきますので、はい、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。辛
カレーだよ。辛かった。